は双子流の東京二軒梅です。双子流東京二軒梅、双子流東京二軒梅は江釣り子の波志田二軒梅から習得した双子二軒梅に、指示をしまして、東京で二軒梅を伝えている保存会です。現代表が50年ほど前、双子二軒梅に通う中で送電されました団体さんです。1990年に許されて双子流東京二軒梅を名乗って活動しています。17年ほど前には稽古場を作りまして、北上の大地のぬくもりの中で稽古に励んでいます。1990年以来、北上道の空芸能祭りに毎年公式参加していらっしゃいます。2016年は晴れて双子二軒梅より送電されまして、代表が庭本に認定され、また数人が師匠に認められました。名実ともに二軒梅として歩んでいます。メンバーは東京以外に静岡、横浜、千葉などいろいろな場所から毎週の練習に参加しており、下は15歳から上は94歳まで幅広い年齢層で活動しているそうです。本日の演目は3番には刀狂い、8人かご、ゼンマイ宙返り、3人かごと続けてご覧いただきます。3番には基本は1番には、2番にはと同じなんですけれども、より勇壮にした感じです。で、ゼンマイ宙返りはアクロバティックな、よく宴会芸的なものとして踊られていたそうですが、お座敷芸みたいな感じで、お膳を、両手にこう貼り付けるような感じで、実際くっついてないんですけれども、ぐんぐん振り回したり、宙返りは刀を持って、宙返りをする。そして三人かごは、なめしだ系の、代表的な演目となっております。大変重厚でありながら、大変躍動的な見応えのある踊りとなっております。それでは、双子流東京二軒梅です。お願いいたします。Thank you.
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 双子流東京鬼剣隊の皆様でございました。迫力のある3人などで締めていただきました。